黙祷とは、声を立てずに祈りを捧げること。合唱や目をつぶる、軽く、頭を下げる行為を伴うこともある。トルコのアンタルヤで開催された G20 の首脳会合でのパリ同時多発テロの犠牲者への黙祷。出席者の信仰は様々であり、死者への追悼は、それぞれの信仰に基づいて、沈黙のうちに、個人の内心において行われる。黙祷は、 何がしかに声を立てずに祈る行為で、心の中で対象に語りかけることや、内証が行われる。日本では長陽を表す際にも行われ、終戦の日などに戦死、戦没者への慰霊の意味から黙祷を行う行事も見られる。黙って行うために、極めて個人的な行為ではあるが、こういったおののの個人的な気持ちは、心の中にしまわれるため、黙祷の際に、 誰が何を思っているかは語られない部分である。墓参りでは個人に対して日々の暮らしの報告をしたりするし、その個人が亡くなって日が浅い時には自分の寂しい気持ちを心の中で述べたりもする。慰霊碑などに対しては個人が何の懸念もなく休めるようにと祈り、いわゆる神に対しては自分の叶えて欲しい願いを述べたり、日々満足していることを述べたりと、 宗教の様式や祈る人の価値観にもよって様々である。なお黙祷では一種の霊的な側面もあり、また特定宗教に限定されず、所定の宗教における儀式的な意味合いもなく、ただ対象に対して礼をすることとも解される。このため特定の宗教、宗派に依存しない儀式の際には、各々の信じる宗教や宗派に関係なく祈るという様式において用いられる。 大抵は数秒から一分程度の短い間で済ませられる行動であるが、その限られた短い時間の中で人は様々な思いを心に抱くのである。心に目を向け外部を一旦切り離すという意味で目をつぶる場合もある。古くは中国唐の関与の詩にある先進僕はが言う王はに正直のお貫通に見られる言葉である。室町時代中期の 文明本節要集にあるがその後の節要集には掲載されていない。江戸時代には極定和金の南宋里見八賢伝に見られる程度である。1919年11月11日11時、イギリスのジョージ五星発案により第一次世界大戦に対するサイレントプレアが行われた。明治天皇の体操の例の折、1 9十二年九月八日の読売新聞に、 市民の黙祷と学生という記事がある。明治天皇期に市民一斉に黙祷しと記述された。ただしこれら以外のほとんどでは要怪と記述されている。日本国内で黙祷が浸透したのは1923年9月1日に発生した関東大震災によるところが大きい。関東大震災の1年後にあたる1924年9月1日に 東京にて、慰霊祭が行われ、その慰霊祭の中で、地震発生時刻の午前11時58分に、合わせて1分間の黙祷をする催しが行われた。日本で、事件、事故、災害の発生時刻に合わせて、黙祷をするという習慣はこの時が最初だと、言われている。これ以後、毎年9月1日の同時刻に、関東大震災の黙祷が行われるとともに、他の事件、 事故、災害などについても発生日の小月命日の同時刻に黙祷をする習慣が全国的に広まった。ありがとうございます。